久留米大学医療フォーラムコロナ禍のがん医療、コロナ禍での、がんの医療に関する Q&A を分かりやすくお話しいただいてますが、ここからは新型コロナウイルスのワクチンについてお話を伺っていきたいと思います。大北さん、お願いします。今、コロナが流行し始めてからすごく長期化してきましたが、そろそろ新型コロナウイルスのワクチンがっていう声もありますが、先生いかがでしょうか。ね、いろんなニュースなど見てても、国もワクチンがもうすぐにでも手に入るような話をして、それのもう買い付けまで、ね、もう予約までしてきたというようなニュースが出てるんですが、なかなかそのあたりが、どうなってるのかっていう、皆さん状況わからないと思うんで、今開発状況どのようになってるかということをこう一つのパネルで作ってまいりました。で、これは今現在ですね、国によってその承認されたものっていうのはまだ一つもないんですよね。でなくて、現在開発中のものはこの表、非常にちょっと細かい表なんですけれども、上半分に書かれてる書いてるものはですね、これは従来のワクチンと同じ、例えばインフルエンザのワクチンすでにあるわけですけど、これと同じ方法によって技術を用いて作ったものなんですね。その場合には新しい病原体に対するワクチンの開発っていうのは非常に時間がかかる、何年もかかってしまうんですよ。で、それだと間に合わないっていうことで、実は革新的な技術を用いたですね、ワクチンの製造っていうのが現在行われております。それがこのパネルの下半分に示したものになるんですけれども、こちらではですね、従来に比べると非常に短期間でそのワクチンを完成させることができるということで、今期待が非常に高まっているところなんです。で、政府が確保しております欧米で開発中のワクチンというのは、この下にのタイプの革新的に技術を用いたもので、今パネルでは黄色で示している3つのものがあるんですけども、こちらはですね、新型コロナウイルスの遺伝子 RNA や、DNA をそのまま、もしくは別のウイルスに組み込んだもの、これを用いたワクチンということになっています。で、全く新しいタイプのものなんで、ワクチンとしての使用実績がないんで、安全性の評価っていうのがまだ不十分なんですよね。で、いろんな治療薬っていうのはですね、病気の人に投与するものなんですけれども、ワクチンっていうのはこれ健康な人に投与するわけですよね、はい、ですからちょっとでも何かその副作用とかが出ると非常に大きな問題になってくるわけです。ですので、十分に安全性配慮する必要があるということですね。で、新型コロナに感染して重症化するリスク、これもですね、それからあと、ワクチンの副作用のリスクですね、このリスクを、シーソーにかけた時に、そのバランスで、ワクチンの副作用が、の方がはるかにその重症化するリスクよりも低くなければワクチンとしては使えないっていうことになるんですね。で、今のところですね、まだ限られた数の患者方でしかこのワクチンがテストされてないっていうこともあって、かつ今までワクチンとして全く使われてない革新的な技術を用いてるっていうことですね、どの程度副作用が出るかっていうことがまだ十分でない。で、今後その安全性に関しては各製薬企業もどんどん安全性の確認を進めているところではありますけれども、今の段階ではですね、健康な方が安心してまだワクチンを、投与受けられるという状況じゃないんですね。で、ただしですね、がんの患者さんっていうのは、健康な方に比べれば、コロナに感染した場合重症化するリスクが、先ほどもお話ししましたけども5倍くらい高いんですね。そうなってくると、このワクチンの副作用とのバランスを考えた上でも、
そのワクチンの副作用の出る確率が非常に低いんであれば、優先的にそういった方々、がんの患者さんとか、あるいは他の基礎疾患がある方に対しても、投与した方がいいんじゃないかっていうことで、国のですね、政府の新型コロナウイルス感染症対策、分科会というところが、8月の終わりにですね、このワクチンをがん患者さんに優先接種するということを決定しております。まあ、しかしその新型コロナのまあワクチンがまだまだこう先になりそうということであれば、それまではこう私たちはなすすべがないということになるんでしょうか。この、まあ、今言いましたように、まあ、ワクチンがですね、まあ、うまくいけば来年の大体あの、まあ、ワクチンとかの開発に携わっている人たちの専門家の認識としては、来年の夏ぐらいから秋ぐらいにはある程度一般の方も打てるような状況になるんではないかというふうに考えていて、それまでがあの、まあ、なすすべがないのかということですよね、今ね、はい、そこなんですけども、実はですね、あの、今月の末ぐらいめどにですね、まあ、一つの、まあ、イベントが、あるということが分かっておりまして、富山科学富士フイルムっていうのが開発したアビガンっていうお薬、これ一時ニュースでもだいぶ話題になったと思うんですが、この会社が行った臨床試験がこの度終わりまして、でその結果で有効性がきちっと確認できたということなんですね。でそれに基づいて、富山科学富士フイルムはですね、10月の末、間もなく、国に対して薬事承認の申請を出すということなんですね。と一般的に新しいお薬が初めての、新薬がですね申請された場合には、最速でもやっぱり、9ヶ月とかですね、まあ、1年ぐらいすぐかかってしまうんです。ところがこのお薬はすでにその新型インフルエンザ、新型インフルエンザとか、あるいはエボラ出血熱っていうのに、そういったものに対しての、薬として承認受けてる薬なんですね。ですから安全性もまあ十分に検討されてるっていうことなんで、この申請が出されてればうまくすれば、今年の年末から年始にかけてはもう、一般の医療機関でも使えるようになるかもしれないと、そういう、ところが今考えられているという状況です。それはニュースですね、最新の。まあ、そうですね、このニュースも どうですかね、大北さん、あまりニュースとしては大きく取り上げられてないですよね、これね。まずね、多分業界の中でのニュースではこれ出てると思うんですけど、一般に、新聞の中でも多分非常に小さく片隅にちょっと書かれてる程度だと思うんですが、これによって我々、かなり一つの大きな、ね、救いになるんじゃないかで、具体的にですね、これ実際どのくらいなのかということなんですけど、この試験の内容としては156人の、新型コロナウイルス感染者に対して行った試験なんですね。これは健常な人じゃなくて治療薬ですから、感染した人に投与した試験で、ウイルスが体の中から消えるまでの期間ですね、これが、このアビガンというお薬を投与しない場合には 14.7 日だったんですけれども、アビガンを投与すると 11.9 日になったんです。 2.8 日短くなったんですね。これたかが 2.8 日と思われるかもしれないですけども、1日でもこれは短くなるということは、体の中からウイルスが消えれば、その以降重症化するリスクはぐっとなくなるわけですから、非常にこれ重要なことだと思うんですね。一方、すでに特例承認になっているレムデシビルですが、中国とアメリカで実施した試験では相反する結果が得られ、効果のほどについては今のところ定かではありません。アビガンが承認されればですね、きちっとしたエビデンスに基づいた結果が得られて有効性というのが示されているものですので、新型コロナに対する戦う強力な武器、新たな武器をですね、我々が手に入れたことになります。投与
療される側についてはこのアビガンって薬、まあ、新しいっていうこともあってどういうメカニズムなのかなって気になるところなんですけど。はい、このメカニズムですね、結構難しい話になるんでよろしいですかね。難しい話になります。この新型コロナウイルスっていうのは、まあ、ウイルスもいろんな種類があるんですけれども、インフルエンザウイルスと同じ仲間、まあちょっと若干違うんですが、まあ、大体同じような仲間で RNA、ウイルスっていう RNA っていう物質、遺伝子情報を持ってて、これを我々の体の中の細胞に感染した時にですね、どんどん複数、複製コピーを作っては新たなウイルスを作っていくんですね。でこの RNA を複製する時に RNA ポリメラーゼっていう酵素を使って複製するんです。で実はこのアビガンっていうのはこの酵素 RNA ポリメラーゼっていう酵素を阻害する、この酵素を効かなくしてしまうお薬なんですね。それによって、新たなウイルスが体の中でできるのを抑えるという薬になってまいります。アビガン副作用があるのか気になるところで、もしあるんだったらどういったものが確認されてるんでしょうか。アビガンですね、アビガンはだいたいこれを使った方の2割ぐらいに副作用が出ると言われてます。ですから結構副作用の出る率は高いんですけれども、実際にその2割の副作用というものを見てみると、尿酸、血中の尿酸値っていうのが高くなったりとか、あとは下痢なんですね。下痢は分かると思うんですが、尿酸値の方が少し分かりにくいかと思うんですが、尿酸っていうのは痛風、節々の痛み、関節とかの痛みの、痛風ですね、痛風に関係している物質ですので、痛風の患者さんにとってはこのお薬は注意して投与する必要があると、痛風が悪化する可能性があるということですね。それからあと非常に頻度は低いんですけれども、白血球が減少したりとか、あるいは肝臓機能への影響っていうのも分かってるんですが、大体これ 2% 以下ですから、100人の患者さんに投与してどういった副作用が出るのは1人2人ぐらいの割合でということになります。ではがん患者さんが新型コロナに感染した場合も使えるんでしょうか。はい、このお薬はですね、すでに、インフルエンザ、新型インフルエンザの薬として承認されている薬なんで、その副作用も、はっきりしているということから、がん患者さんでも使えるということになる見込みです。ただしですね、実はこのお薬インフルエンザのお薬なんだけど広く今使われてないですよね。そうですね、あまり聞かないですね。他のインフルエンザ薬っていうのはいろいろ出回ってるんだけど、これはアビガンが出てない。そこは実は一つ大きな問題があって、動物を用いた試験の結果なんですが、胎児に奇形が発生する、そういった可能性が示唆するデータが得られてるんです。ですのでですね、妊娠中及び妊娠する可能性のある人には、このお薬は使用することができません。逆言えばそういった意味でこのお薬は抗インフルエンザ薬として広く使うことは今禁止されてて、新型インフルエンザウイルスの世界的な大流行パンデミックの際に、従来の抗インフルエンザ薬が使えない場合のみこれを使っていいということになってですね、これは要は広くインフルエンザの患者さんに使ってしまうとですね、妊娠している可能性がある方に投与してしまう可能性もあるし、この薬医療機関をだからがこの薬をと処方した後にですね、患者さんに妊娠する可能性だってあるわけですよね、その後にね。だからそういうことも考えて今現在一般のインフルには使われてないんですが、この点を除きさえすれば非常に安全性の高い薬ということになります。副作用の不安は残りますけど、10月末ってことですし、なんかこう希望の光が見えたようにも感じますね。そうですね、やはり今までは、コロナと戦う武器を持ってなかった、だから予防することはできてもですね、これと直接戦う武器がなかったわけですが、インフルエンザのことを考えれば、我々インフルエンザに対するお薬を持ってるからインフルエンザワクチンで一応予防はしますけども、かかっても、
それでね、非常に重症化するというリスクをあまり皆さん気にしてないと思うんですね。それはお薬があるからで、このコロナに関してもこの薬ができたということは非常に大きいことだと思います。とはいえ高齢者の方だったり妊婦さん、がん患者さん含めまして、不安な方いっぱいいますから、私たちもこう気を引き締めていかなければならないなと思いましたし、改めてこうメディアとしてもそういった部分を発信していくべきだなというふうに感じました。このコロナの治療薬についての、お話を詳しく解説していただいたので、本当に明るい話が聞けてよかったなというふうに思いました。日々できることは私たちも今でも予防ですね、日常生活 の新しい生活様式というものにのっとって、予防というものは引き続き行いながら、このような新しい治療法 の希望の光を信じてですね、必要以上に不安がらずに前向いて生活していくということが大事なことかなとは思いますね。そうですね、はい。たくさん の質問をですね、答えていただきましてありがとうございました。この、セッションはこちらで終わりにしたいと思います。山田先生ありがとうございました。ありがとうございました。